オーダースーツのことならレイラーグレイス。皆さんこんにちは、レイラーグレイスの東春です。今回はですね、レディーススーツの思いを詰め込んだ私の理想の形のモデルについてたっぷりお話をしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。前回紹介したテイラーグレイスのスタンダードモデル、グレイスラインの話をさせていただいたんですけれども、グレイスラインに関しては割と初めてのお客様ですとか、ベーシックなまだ一着もスーツを作ったことがない、スーツを着たことがないというお客様にも着やすい形にはなっていると思うんですけれども、まあ、私も含めてですね、ちょっとスーツにどんどん興味が湧いてきている人ですとか、スーツは新しい自分のものを持っているんだけれども、よりちょっとおしゃれな形によりこだわったり、ディティールにこだわった自分の思いを詰め込んだ形をちょっと形にしたいっていうようなですね、欲張りな女性の思いを叶えられるんじゃないかなっていうような、モデルとして私が作った、ものになります。今この中に実は、ボディにも着せているんですけれども、今日初お披露目です。もうですね、レディースがスタートするっていうことになって、スタートしてからかれこれ、まあ、半年ぐらいですよね。私の中でいろいろ自分なりに研究をしたりとか、こういうものがあったらいいなっていうものを形にしたっていうお話は、ね、ちょっとたっぷり17分ぐらいかかった動画を前々回かな作ったんですけれども、まあ、見ていただいた方にはね、結構私のこう苦労した部分とかっていうのはお話ししたと思うんですけれども、今実際にそれを着てみて、自分で作り上げたものを着てみて、すごく、嬉しいなっていう思いと、あとようやくスタートに立てたような、気持ちになっています。まずはですね、もういろいろお話しする前に見てもらいたいなと思いますので、ちょっとですねドキドキなんですけれども、いきます。3、テーラードレスで働き出した時はもちろんスーツの知識もゼロ。成功するかちょっと失敗するかわからないので、楽しみにちょっと届けていただけたらなと思います。じゃーん。テーラーグレイスのレディースライン、私の思いを詰め込んだグレースフルラインです。グレースラインというものがスタンダードのモデルとして作り上げたものとして、あるんですけれども、そのよりこのテーラーグレースっていう屋号にも込めた思いとして、やっぱり上品なとか女性らしさとか優雅とかっていう思いがあるんですけれども、着ていただく女性のイメージをですね、よりもっとさらにとかよりとか、なんかもっともっと高めていけるアイテムになってほしいなっていう思いも込めて、グレースフルという、思いを、ちょっと欲張りなね、フルという思いも込めてですね、シンプルにグレースフルラインとして、名前を付けさせていただきました。で、このグレースフルラインが普通のグレースラインとどこが違うかというと、グレースラインの中でもいろいろデザインは襟とかいろいろな形とかでね、選べることはできるんですけれども、まずジャケットの部分で言うと大きく違うのが、裾のデザインです。こんな感じで普通は、同じ長さになるのが普通なんですけれども、例えば長ければお尻が隠れる丈ぐらいまでとか、ショート丈だったら、合わせて普通にまっすぐな形が普通のグレースラインなんですけれども、このグレースフルラインではちょっと傾斜をつけて、ヒップの部分からこうフロントのカットをですね、ちょっと傾斜をつけて斜めにしています。で、なぜそうしたかというと、私みたいな身長が低い人とか、よりこうスタイルアップさせたい、足をより長く見せたいとかっていう時に、やっぱりお尻まで隠れちゃうと、その分出ている面積が減っちゃうので、こう足長効果は、ちょっと得られないんじゃないかなと思って、なので、目の錯覚も利用させていただくという中からですね、この傾斜のデザインを生み出しました。実際着てみて、やっぱり理想の
ちょっと形に近づいたことはすごく嬉しいんですけど、やっぱこういう感じでこう試しながらですね、やっていきたいと思ってるので、これでまだ私のやりたかった形が 100% 完成形かといったらそうではなくて、ここからもですね、よりもう少しいろいろなところをまた少しずつ形を変えていきながら、試していきながら、そのグレースフルラインの進化も皆さんに楽しんでいただきたいなとは思ってます。おそらくですね、普通の既製品とは、やっぱり、ちょっと違う体験を皆さんにもしていただきたいと思うので、実際にこの形とか着てみてもらって、自分で感覚を試してみてもらいたいというものもあるので、このグレースフルラインがどういったものかっていうのはですね、着ていただいて、試してみてもらってもいいかなとは思います。あと、それ以外の部分で言うと、今回は私自身はパンツの形とかもですね、ちょっと、前回はローライズで作ったので、今回はちょっとハイウエストでタックを入れてみたりとか、いろんなこう冒険をしながらですね、作ってみたんですけれども、またこれも同じように、パンツのデザインだけを変えてみるとかっていう次の楽しみとかにもまたつながっていけたので、まあ、やっぱり作ってみないとわからないなっていうものもあります。で、テイラーグレースに来ていただくお客様とかもですね、リピーターの方とかも、全く同じ形で作られるお客様もいれば、体型がこう少し変化したことによって、より自分の今のサイズ感に合わせて、こう新しく制作をするっていう方もいらっしゃるので、私もそういう感じでですね、またこのグレースライン、そしてグレースフルラインを、作ったんですけど、どんどん、追求していって、それをまた皆さんに自分が体験したものをですね、より提供していけたら、いいなと思っているので、まずはそのスタートラインということで、グレースフルラインを皆さんにお届けできて、すごく嬉しいなと思います。私が実際2019年からレディースラインに携わらせていただくことがスタートして、今、約半年でゼロからスタートしたものが、こういったものがあればいいなと思ったものが、こうやって形にできたので、まあ、スーツを着ることによって、こう、一つのまた夢を私もこの年で叶えることができました。スーツというアイテムが、皆さんのこう手に渡った時に、体にこうつけた時に、また何か新しい夢とか挑戦につながっていくアイテムとしても取り入れてもらえたらすごく嬉しいなと思います。ということで、今回はテイラーグレースの新しいレディースモデル、グレースフルラインについて、たっぷりお話しさせていただきました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねの方、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ひろちはるでした。